どうも、アスカノです。カナタ、何？実はな、うん、今日もお便り届いてんねん。おお、ええやん。読む読む読む。それがな、うん、ダークカナタ先輩になんや。え、大丈夫それ？いや、あんまり頻繁に読むとさ、呪われるからさ、ちょっと聞いてみるわ。いくで、うん、ダークカナタ、いける？無理やった。俺はあんまり気軽に呼ぶんじゃないよ、アスカ。ダークカナタ先輩。で、何の用？あ、すいません。ダークカナタ先輩にお便りが来てまして、その質問がいくつか。じゃあ、天使みたいに可愛く呼んで。はい。だから、天使みたいに呼んでくれたら答えなくもない。とある。え？あ、いや。なんか言った？え、あの、天使ですか？天使。ホワイトアスカです。あ、頑張ります。うん、よろしい。ダークカナタ先輩の好きな食べ物を教えてください。さい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 。ダーク切り干し大根。はい？ダーク切り干し大根。ダーク切り干し大根、コンコンコン。なるほど。それは美味しいんですか？かかか。美味しい。わかりました。じゃあもう一つ質問させていただきます。ます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 。ダークカナタさんはアスカ君のどこが好きですか？かかかか。男にそんなことを聞くもんじゃないよ、子猫ちゃん。いや、またそれですか。あ、ちょっと、ダークカナタ先輩。先輩！どうも、いちご屋カナタです。あ、どうしたんアスカ、なんかあった？いやいや、今完全にどうも裏返ってたよな。また見てね。勝手に終わらすな。チャンネル登録よろしくね。ね、ね、ね、ね。